続いていきます。ちょっとね、こうじ、気になったんだけど、自民党のね、ポスターが出来上がってまして、今度は衆院選挙に向けてだと思うんですけど、こちらですね。えー、まあ、鈴木彩さんとか、私の地元の衆議院議員の人ですけど、えー、これはまあいいとして、内閣総理大臣、自民党総裁、菅義偉、えー、次女、五女、公女、 そして絆とね、いうことが書いてあるんですけど、このワードがね、結構、なんか、その時の自民党とかの世相を表すのかなと思ってて、なんか、これを今なんか持ってくるっていうのは、相当なんかセンスねえなと思ったんですよね。なんか、世論との帰りがあるっていうか、今ってもうコロナでみんな大変でさ、 一律給品出してほしいみたいな人も結構いる中で、その、辞助とかってね、いうふうに言われると、あ自分で何とかしろよみたいなね、いう感じの雰囲気がすごい出ててね、えー、それで消費税めちゃくちゃ取って何もしねえじゃねえかみたいな、そういうような不満が溜まっている中で、で、オリンピック開くとかね、言って、そんなんだって、我々は我慢してるのに、なんでそんなことしなきゃいけんのあの、利権のために、一部の利権のためにみたいな、そういう怒りが溜まってる中でね、辞助とかね、言われると、全くその、なんていうかな、その、えー 国民の心には響かないよね。で、自民党ってのはもともとその支持基盤がいっぱいあるからさ、その選挙でもある程度勝つんだろうけれども、そういうようなことをさ、言って、世相に合わないことを言ってる人っていうのは、要するにその、なんて言うんでしょう、えー、国民の声が分かってないってことになるから、そうするとなんか選挙も負けるんじゃねえかなというふうにね、思いました。だって今、特別その次女とか言う人ないもんね。だってこれがなんかその、よし、あ、これ見て、あ、次女 ご助、公助か。よし、自民党入れようってなる人いないからさ、うん。その辺がなんか、国民の感覚との乖離があるのかなと思って心配になりましたけどね。うん、ちょっとどうなんでしょうね。うん、なんか、私がね、前にそれを思ったのは、民主党のね、都議会議員選挙かなんかの時に、その、結構まあ、不景気で、もうしょうがないみたいな時に、なんか、都民が払う一円にこだわるみたいな、ね、ことを言ってて、いや、一円単位でその、なんか、会計分けるとか、そういうことじゃなくて、早く、 早く景気良くしてくれよ、みたいなね。そういうことを政治に期待してるわけで、ね、景気早く良くしてくれよってこと期待してるわけで、一円単位でね、こだわってなんか、事業仕分けとかやってさ、その不景気にされたら困っちゃうわけだから、そんなことするなよっていう感じで、そ,のそんなことを、国民が払う、一円にこだわるとかなんとか言ってると、だってあう本当になんか国民の声が分かってないんだなとか思いながらね、それだってキーフレーズにしちゃうってことだから、分かってないんだなとか思いながら見てたら、そのまあ、その思,う思った通り負けたんだけどさ、だから今自民党もすごいそういう感じがしましたね。 公助、御助、公助、そして絆とか言ってね。うるせえよ、みたいなね。何が絆だよ、みたいなね。早く金出せ、みたいなね。そういうことをみんな思ってると思いますから。えー、そうすると、ちょっとね、ピントずれてるかなっていう感じがいたしますよね。そうすると、なんか選挙も怪しいんじゃないかな、みたいなね。立憲民主党とか勝つんじゃないかな、と思いましたけどね。てな感じですかね。うん だってこれ自民党のオッケーが出てるわけでしょ、このポスターはさ。うん、全国のさ、あの衆議院議員選挙のさ、あのポスターにさ、その人の総理大臣、菅義偉、次女、五女、公女とさそのその人の、その地区の衆議院議員の人のさ、顔が出てさ、これで自民党に入れるかっていう人がどれだけ増えるかっていう感じだよね。なんか入れるのやめようって思う人の方が多そうだけどね、ってな感じですかね。